たの？怪我しました。痛すぎ。また怪我したの？辛すぎて。本当はね、ここもね、でっかいガーゼつけてたんだけど、取ったんだよね。ね、こんな黒いのいいの？うん、だちょっとじゃあ、ぼかしとく。ぼかしといて。やばいね。上は取んないの？上取る勇気なかった。腹も痛すぎて出てきちゃった。上も怪我したんでしょ、うん、そっちの方がひどい？どっちかというと。そっちの方が大事。そっちの方がひどくない？うん。またですね、過去何回やった？ 3 回？結構やったね。3回か4回か5回か。また、また転びました。イエイ。最近ないなと思って、おしとやかにしてんのかなと思いきや、今日またなんか、ママ、実はね、って始まって、気がしたの、とか言って、スカートね、ロングスカート履いててさ、チラってさ、やったら、超でっかいガーゼがバーンってついててびっくりしました。ちょっと今ね、下取ってたんだけど、じゃあ今からね、はい、お風呂入ったんだけど、はい、あまりの痛さですぐ出てきたという。10分ぐらい出てきた。でも髪は洗えたんだ。髪洗ってきた。うん、湯船に浸かれなかったってことね、痛すぎて。超寒かった。そうね。だから、うん、もうなんか体洗うじゃん、うん、超痛いの。そうだよね。それで出てきた。寒かった。じゃあちょっとね、治療したいと思います。脱いで着る時間を含めるから約5分ぐらい出てきた。そっかね。え、その上の絆創膏さ取んないと治療できないよ。そこもお風呂で取ってくればよかったのに。そこはそうでもないじゃん。あ、そこは可愛いもんじゃない？うん。その下の擦り傷がやばいね。その全然痛くなかった。よかったね。ここが痛すぎて。そうだね。そこが痛すぎて。全然痛くない。うわー、すごい広範囲だね、今回。ね、はい、じゃあちょっとね、ワセリンを塗って、このでかいやつ。もうね、過去にいっぱい怪我してるから、もうね、手当ての仕方ももう完璧なんですよ、我が家は。これを塗って、はい、まあ直接塗るの痛いからガーゼに塗って貼り付けてしばらくやりたいと思います。はい。